特許庁スバルのスバルスポートモビリティコンセプトのデザインを公開スバルが2023年秋のジャパンモビリティショーで世界初公開したスバルスポートモビリティコンセプトこの2ドアモデルの衣装が2024年3月18日に特許庁により公開されましたこのコンセプトモデルは電動化時代においても 自由な走行を楽しめることをコンセプトに開発された BEV 電気自動車です。デザインは全長を短く抑えつつも大きく張り出したフェンダーによってワイドなボディが特徴です。ボディパネルの面数やキャラクターラインは最小限に抑えられ洗練された外観を実現しています。 形状は空気の流れを感じさせる造形で、プロテクション感も演出されています。パッケージングはドライバー中心の設計が施されており、四輪を自在にコントロールするイメージで構築されています。これにより、低い腰の位置でも視界の良さと見切りの良さが保たれ、安心してドライブを楽しむことができる設計となっています。 また、360度の視界を確保するグラスキャノピーを採用することで、どんな道でも自由自在に走行する楽しさを提供します。衣装が公開されたことで SNS 上では市販化への期待が高まりましたが、他の自動車メーカーの衣装も同様に公開されており、衣装登録はあくまでデザインの保護を目的としているため、 直接的な市販化の保証はされていません。衣装制度は創作されたデザインを保護し、その利用を通じて産業の発展を支えることを目的としています。今回の公開は、スバルが提案する電動化時代のスポーツモビリティのビジョンを具体化したものであり、今後の展開に注目が集まっています。